はいどうも、フルート有田です。今回はゴーベールのフルートソナタ2番についてのレッスン動画です。どうぞお楽しみください。それではメンバーシップ動画のスタートです。
しれないけど、いやけど全然いい感じで綺麗に焼けてますね。そうで、まあ結構この曲ってなんだろうな、ふわふわしてるというか、メロディーがまあ若干なんか分かりづらいところというか、そこがあるので、しっかりなんかその、なんだろうな、その曲の味わい的なやつを感じ取れてると、まあ、さらに面白くなると思うんですけれども、だから結構なんかあんまり普通に音を並べると結構つまらない感じに、単調な感じにそう聞こえてしまうから、意外とこういう音のね、上がったりとかタリラリとか、そういうやつをもうちょっとその音楽を感じ取った感じで吹けると、まあさらによく聞こえるんですけども、とかっていうのも結構綺麗なメロディーになるじゃないですか。そこはあんまり感じ取らずにってやると、まあすごいもったいない感じになってしまうので、結構そういうところからちゃんと感じ取って歌ってあげる必要があると。1小節ごとで、まあ、結構これ歌える感じになってるので、1小節ごと、ちょっと1小節ごと歌ってみましょう。だから次の小節の頭を若干少し伸ばして、で2小節目からやってみたいな、そんな感じでやってみましょう。今そこのソのとこで吸うのはいいんですけれども、やっぱりソーラソミレミドっていうメロディーなので、吸っても全然大丈夫なんですけど、ソーラリラリララっていうのがちゃんと伝わるようにそのブレスはしなきゃいけないですね。ちゃんとそこからラのその曲線がやってた方が、その前に減衰してますよね。そう、まあか、あるいはもうドソラドのとこで吸っちゃうとかね、のまあまあ早いは早いんですけど、別にそのフレーズ的にはまあタリタリタリタンとタリラン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 っていう風にまあ分かれてはいるから、別にそこで吸ってもそんなに不自然ではない。逆にそのソラで変な感じになっちゃうぐらいだったら、もうソラドの前で吸った方がやりやすいかもですね。聞かれ方をされると思うので、そう、そっちの点もあると思います、まあ、とりあえず今はそっちで吸うか、あるいは、まあ、そのソからラの間で吸うんだけれども、そこをうまく吸ってみるっていう感じでやってみましょうかね。はい、どっちでやります？どうしてもいいけど、うまく吸う感じ。わかりました、じゃあうまく吸う感じでやってみましょう。調節の頭のところです。2小節目の頭にすると、なんか次がいつも息が持たなくなっちゃう、あ、なるほどなるほど、わかりました。長い音で歌って歌いたくなっちゃう。
なんとなくその加工はするじゃないですか、はい、でして次はそのこうやって上昇していく感じになるので、なんかもしかしたらその息を使いすぎてるのかもしれないですね、うん、あーピーパーピーパーパーパータリタタラタぐらいまではちょっと弱く息の量を節約してタガタギタガタガタガタでまた使うっていう風にすれば、まあ、そんなにそのブレスがしんどくないというか余裕がある感じでできる気がしますね。結構長めに伸ばしとかないとやっぱり切れた感じがどうしてもそうなっちゃうので、うん、まあそのためにはそのタービーパーピーパーピーパータータンタータンぐらいまでを結構節約して音量というかね息の量を減らしてあげるっていうふうにした方がいいと思います。もう一回見ましょう。はい、メンバーシップ限定のレッスン動画の無料公開はここまでです。続きが気になる方はぜひメンバーシップ登録してくださいね。概要欄の方にメンバーシップ登録用の URL を貼っときますので、ぜひそちらから登録してください。またねー。